プラウラチャンネルへようこそ。どうも、くーしーです。はい、ということで今日は国内リーグのホームでの柏レイソル戦間近ということで、柏レイソルについてお話ししていきたいと思います。いやー、寒くなってきましたな。本当ですね。やっぱ寒くなってくるとね、鍋が美味しい時期になりますね。いいですね。うん、鍋といったら何？白菜。グーシーさんはやっぱルービーですかね。現在柏レイソルは11勝4分け17敗37ポイントを獲得し、現在13位となっており、ほぼ残留を手中に収めている状態にあります。でもまだちょっと苦しいのかな。一番モチベーション的に難しいところですね。ただまだ残留を決めたわけではないので、死に物狂いで向かってくると思います。そうだな。基本フォーメーションは 4-2-3-1 なんですが、まあ、試合の展開によっては 4-4-2 に近い位置取りをしてくることがあります。最近では長身のストライカーペドロ・ハウル選手がローンでメキシコのフアレスに移籍しましたね。正直驚きましたね、この移籍は。まさかこのタイミングかと。ただそのストライカーの位置には浦和から移籍したムトゥ選手が君臨しているんですよね。何の話よこれ。相変わらずいいところで顔を出しますし、ラインの裏を取る動きは素晴らしいです。ここ数試合スタメンで出場してますからね。グーシーさん、柏レイソルのチームとしての印象はどうですか？ほい、守備は前から激しく来ますし、ガンバ大阪とのギャップは感じると思います。また奪ってからの縦が速く、一撃で最前線のクリスティアーノやムートゥーに出すシーンが目につきます。サビオ選手は特に持ったらクリスティアーノ選手を探していますもんね。そうですね、それはちょっと僕も気になりましたし、目立ってますね。本当にカウンターや奪ってからの縦が速いです。ただ攻め急ぐばかりではなく、相手の戻るスピードなどを見て攻め急がずしっかり組み立てることもありますね。状況に応じてしっかり判断する、ね。まあでも柏として痛いのは、右サイドバックの大南選手が累積で出場停止であること。これは浦和にとっては大きい。ここ最近見られる柏の弱点としては、ボランチのフィシャルジソンが前に釣られてスペースを空けがちなので、彼の背後のスペースを使いたいですね。釣り出されるといえば、センターバックのエメルソン・サントス選手も釣り出されるシーンが目立っております。エメルソン・サントス選手は対人には非常に強いんですけどね。ちょっとそういうところが目につくところがあります。浦和の選手たちチャンスです。もうイメージ的には江坂選手が釣り出して、そこのスペースをサイドのゆるき選手もしくは関根選手が中に切り込んでくる、目に浮かびますね。そうですね、江坂選手といえば古巣なので絶対に燃えているはずですね。そっか、柏レイソル。あ、でもそれを言っちゃうとムトゥーも浦和相手に燃えるわな。そうですね、これ古巣対古巣のバチバチが始まってるよ、これ。江坂選手ももう赤が似合うようになってきましたね。ようやくね、はい、赤が見慣れましたな。江坂選手のね、もう逆に江坂選手は黄色着たら違和感しかねえです。しかし柏のキーパーは現韓国代表のキム・スンギ選手で鉄壁を誇るんですよね。またキムさんが出てきたね。そうですね、まあ、鉄壁とは言うものの、柏レイソルは国内リーグで43失点してますからね、この数字は浦和より10失点多い数字になります。そしてこちらが浦和と柏の過去の対戦成績になります。おお、まあ通算で見るとほぼ五分ですが、ホームでの対戦ですと浦和がやや結果を出していますね。こちらはルヴァンカップも含まれる成績になってますね。あ、ルヴァンも入ってるんですね、はい、そしてこちらが直近の3試合ですね、成績となっておりまして、こちらでは1勝1敗1分けとなっております。去年のホームは辛い敗戦でしたね。ホームで 0-4 は痛いな。サイスタでの借りを返しましょう。前回のガンバ戦では勝てる試合
戦、勝ち点を失ってしまいましたね。そうですね、うん、この鹿島戦は勝たないといけませんね。そうですね、相手のカウンターのリスクをしっかり管理しつつ、中盤でギャップを作り制圧することでしっかり相手を押し込んで、攻守にわたり柏レイソルを圧倒してほしい。今の浦和ならできるはずです。あとはキャスパーユンカー選手が帰ってくるのか来ないのか、ここも気になりますし、足ですね。そうですね、まあ、特に前回のガンバ戦なんかは前線にキャスパーがいればって思ってしまうようなシーンも多々ありました。そうですね、木下選手が気になりますね。そうですね、うん、記事を見る限り木下選手は元気です。代表戦も行ってましたもんね。ああ、代表戦もね、浦和の外国人枠選手と一緒にね、うん、木下選手もいたけど、うん、まああれを見る限り木下選手は元気です。はい、ということで、久々のね、金曜日での金 J。 いやー、暑い戦いになりますね。そうですね、まあ、ちょっと気温の方も下がるような感じもするので、うん、暖かくしてね、うん、現地の方に参戦できる方はぜひ勝ち点3を持って帰ってきてほしいと思います、はい、持って帰ってくるっておかしいか。そうですね、ホームだもんな。それでは金曜日の浦和レッズの勝利を期待して元気に締めたいと思います。それでは締めます。せーの、バイナラー。やったね、浦和。この動画が少しでもよかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。グッドボタンとコメントもお願いします。お願いします。いや、グーシーさん、現地どうでしたか？はい、いや、もう素晴らしい雰囲気。これぞ埼玉スタジアム。これがレッツサポーター、レッツのスタッフたちが作り上げた埼玉スタジアム。いや、エスタディオ埼玉2002でしたね。アジアって書いてありましたね。すごかったね、あの雰囲気。やっぱ現地で見る浦和レッズはもう一味も二味も三味も違います。まあ、これからね、どんどん集客の収容人数は増えてくると期待しているので、ぜひまたスタジアムに行きたいと思います。いいですよね、カレー。カレー、あ、カレーね、ケイタさんのね、あの食レポ最悪だったやつでしょ。いや、でもカレー食べてみたいなって思いました。本当ですか？はい、これからもめげずに食レポしていきたいと思います。